お布施町立図書館町と書寺祖は長野県上高井郡お布施町にある町立図書館である。町と書寺祖の利用カード館内の様子1923年11月18日、広人皇太子の成婚記念と学生発布50年を記念し村立お布施記念図書館としてお布施神城高等小学校第5校舎の2階に創設。校門の門中には 存立オブ責任図書館の看板が設置されていた。小学校の中に設置されたことにより、授業にも図書館の利用が組み込まれた。また、村内の結婚者は、図書館を充実させるための記念金を寄付するならあしがあった。1924年には、高井博山が所蔵していた書籍を中心に寄贈を受け、大鳥山文庫を設置。2017年4月現在、 保管が続けられている。館内には、鎌田英吉が図書館のために書いた文筆、きらの書が掲げられていた。1948年、小布施村公民館の設置により、公民館内に図書館を移転。公民館の館長には、詩人の林隆派が就任し図書館長をも兼務した。副館長には、小布施人物詩の著者である市村隆夫が就任した。 1951年、図書館法施行に伴い存立小セ図書館として発足。1959年11月、小セ町の庁舎を新築。庁舎の隣には、公民館が設置され1階部分に、図書閲覧室が設けられた。1960年、図書館設置条例により、小セ町立図書館と名称を変更。1972年、 旧都重小学校の南校舎を改装し、移転、公民館併設から独立館となる。1973年、小布施町立図書館、創立50周年の記念事業として、小布施町市が、編纂が計画された。1979年、小布施町役場の3階に、図書館を竣工町の中心部に位置していたが、エレベーターがない建物の3階であったため、 利用しづらいという意見もあった。1991年には、第三次小布施町総合計画策定時に移転、新築について記載され、以降の総合計画でも検討が行われた。2006年には、図書館のあり方検討会が公募により設置され、2007年3月に、図書館のあり方検討会報告書が完成。この報告書について、調整懇談会として、 各自近いなどと意見交換を行った。2007年、新しいオブセ町立図書館の基本構想を作成。町方を用いた発信など新図書館について、町民の参加を募った。同年9月には、館長と設計者の公募を実施。初代館長には、花井雄一郎が就任した。設計者はプロポーザルにより決定した。全国から六十六件の応募があり。 二次審査として2007年10月29日に北斎ホールにて国民による公開プレゼンテーションが行われた。審査の結果選定された古谷信明の他には藤原孝一、熊健吾、伊藤富夫、荒井千明が参加した。選定に際して建築家や図書館関係者に加えて住民代表として2名が審査を行った。 用地は幼稚園として使われていた建物の跡地に決定した。工事着工が2008年7月17日、町と書テラソ開館。2011年11月12日知的資源イニシアティブ主催、ライブラディー・オブ・ザ・イヤー2011大賞を受賞。2012年7月30日、日本図書館協会主催、第28回日本図書館協会建築賞を受賞。 同年12月10日、日本建築美術工芸協会主催、第22回赤賞を受賞。2013年には、死ぬまでに行きたい世界の図書館15に選ばれた。初代館長の花井祐一郎は、開館前の2007年12月から2009年7月まで、新図書館準備室に勤務、町と書寺ラ疎開館後は2012年11月まで、館長を務めた。 2013年8月からは工房で33人の中から選ばれた関義行が館長を務めている。専属館長不在の機関は教育長が図書館長を兼務した。2013年4月24日に開館した小布施町文書館には旧図書館跡地が使われている。地上1階建て、鉄骨造り、屋根のデザインについて設計者の古谷信明氏は、 町の周囲の優しい山の形から取ったと述べている。西側には桜の老木を避けるようにして作られた光庭がある。外壁の薄黄色は、小施町の名産である栗や小施堂の落岩、土壁などから選ばれた。屋根を支えているのは木をモチーフにした三本の鉄骨柱。館内の間仕切りは少なく、巨大なワンルームのような構成であり、扉がある部屋では、 半透明の扉を使い、室内の気配を感じ取れるようにしている。本棚は、規制のものに、オリジナルの側板を加えており、閲覧机と椅子は新たにナスカによってデザインされた。外観器のように枝分かれして、屋根を支える柱町中図書館町中図書館は、個人宅や店舗の一角に本棚を設置し、来訪者が自由に本を楽しめる取り組みであり、 本をきっかけに人と人との交流が生まれることを目的としている。2012年10月20日に10の参加館で始まった。発案者は設計者の古谷信明。2007年の設計者選定プロポーザルに提出したプランが元になっている。古谷の案では IC タグを利用した本の管理を目指していた。町中図書館では参加する店舗や住宅を図書館と考え、 そこの主を館長と呼んでいる。登録が100館になった際には、オブセ町を本の町として宣言することを目指している。開始に合わせてキャラクター、オブセ鳥が考案され、参加館には、オブセ鳥が描かれたフラッグが目印として掲げられている。オブセ焦燥は、オブセ町についてのデータベースであり、高井博山記念館と、オブセミュージアム、 中島千奈美館の所蔵作品の検索が可能。作成にあたり、美術館の学芸員による情報をもとに、図書館スタッフがデータ化を行った。オブセ人百選は2009年に開始されたオブセ町に関わる方のオーラルヒストリーを映像と書物で保存する取り組みである。対象一人につき三回、各回二次回のインタビューを行い記録している。 2017年4月現在は公開されていない。二代目館長の席は、元編集者として、図書館を表現する人たちを応援する場にしたいとの、思いで運営していますと述べており、2014年には、小布施町の調整志向60周年、小布施町立図書館、創立90周年、町と書寺疎開館5周年を記念し、花の童話大賞を開催。 花をテーマにした童話を公募し、全国から1040編の応募があった。対象には、朝日村の男性による、ウルトラという作品が選ばれた。2015年3月には、最終審査に残った30編を掲載した、花の童話対象作品集と、対象受賞作である、ウルトラを刊行した。ウルトラは2冊制作され、町と、書テラソと作者が1冊ずつ所蔵している。 ありがとうございます。